これはフィリピンの果物でチコというものです。12月の中頃から1月の末ぐらいまでこれが出回ります。大きさはタバコにすればこんなもんですね。直径3センチぐらいかな。今日はこれを食べてみます。それでは食べてみます。まず割ってみます。こうですね。こんな感じです。こんな感じです。黒い種が入っておりますね。柿のような種です。では皮は剥けませんので、このように食べます。少し甘みがあります。何かごわごわとした感じですね。ちょっと渋みもありますね。ちょうど感じ的に言うたら、黒砂、どういうのかな、ザラメっちゅうのかな、ザラメの砂糖を噛んでるようなギシャギシャとした感じです。かなり甘いです。日本の果物でいうと何かな、どんな感じかな。日本にはこのような感触の果物はありませんね。もう一丁いきます。こんなんです。これはあんまり甘くありません。これはまずい、やめときます。違うやつを食べます。これいきます。いや、これですね。どうだ、これは甘いです。そうです。値段は2、4、5、10個ほど入ります。10個ほど入って、50円ほどですね。でも癖になるほどの甘さではありません。甘いです。今日はフィリピンの果物チコを紹介しました。そんな美味しないです。